始めさせていただきます。アンジャパン、よろしくお願いいたします。はい、名古屋の皆さん、こんばんは。紹介いただきました参政党代表で参議院議員事務局長の神谷総平です。よろしくお願いします。3日間で全国9カ所回らせてもらいました。一番回ったのは東海地域ですね。岐阜、静岡2カ所、そして今日また締めもこの名古屋駅前を使わせていただいております。昨日今日で全国一斉のキックオフ外旋というのを参政党はやらせてもらいました。衆議院の解散がいつあるかわからない、伸びるかもしれませんけれども、参政党はこういった全国一斉の選挙運動というのをですね、できてなかったんですね。去年の参議院の時は本当見よう見まねで皆さんにやっていただいた。そして国政改革議員の皆さん、地方議員の皆さん、2日間明けて一生懸命やっていただいてありがとうございました。そしてこうやって集まっていただいている皆さんもね、こうやって来ていただかないとこういった外旋になりませんので、本当に休日の貴重な時間を使ってこうやって集まっていただいたことを感謝しています。集まらなくてすいません。参政党今ですね、全国に約100名の国政改革議員が立っています。地方議員が141名。今日この瞬間も神奈川県の海老名市というところで、そのルミさんという方が選挙を戦っています。今日から告示なんです。明日私応援に行きますが、そういった方々が全国で活動を積み上げていただいています。それが少しずつ今広がってきてるんですね。今私たちが国民の皆さんに伝えたいことは、なんでそれだけ多くの人たちがこうやって動いているのかです。何をしたいのかです。そこを今日皆さんにぜひ持って帰っていただきたい。私はこの3日間の外、1つ目一番最初に岐阜で言ったのは、なんで私が参政党を作ろうと思ったのかって話です。端的に言うと、日本の若者、特に若い人たちに日本の未来を考えてほしい、そういった教育の仕組みを作りたい。これが私の政治の原点であり、参政党にもその原点の思いが強く入っています。でも若者に考えてもらうには、大人が考えてもらわないといけないから、知ってもらわないといけないから、だから参政党は教育を大事にしますという話をしてきました。参政党なんで作ったかの次に言ったのは、参政党の日本の政策を考えるときに歴史を学んでくださいという話を静岡議でしました。今日の話にもつながるんですね。今日私がこのプレゼンしようと思っている話は、参政党は何と向き合っているのか、何と戦っているのかということなんですが、それを学ぶためにも、知ってもらうためにも、歴史の知識っていうのが絶対に欠かせません。ですから参政党員の皆さん、参政党を支持いただいている皆さん、ぜひですね、この500年織田信長からでいいんで、この500年の歴史しっかりとおさらいをしてください。学校で学んだ歴史の教科書、あれではちょっと足りません、というかだいぶ足りません。戦争で負けてからだいぶ書き換えられてますから、歴史の流れがわからないと今我々がどこに立っているかわからない。それがわからないと今国際情勢でどういったことが起きているかもわからない。ウクライナの戦いもそうですが、ね、紛争やってますね。あれだってもう本当に1世紀のローマ帝国に滅ぼされたぐらいの時から歴史が続いてるわけです。あそこ長いんです。そこの時からの因縁がずっと続いていて、第二次世界大戦の時にイギリスが沖縄とか、ね、約束をしたのかとか、それも全部つながってますからね。それがないとどっちが悪いとかそういうことも言えないわけですよ。歴史的な経緯をきちんとしていただいた上で政治のことを考えていただきたい、そういう話をしました。3つ目した話は、そういうことが分かったらぜひ皆さん何らかの形でいいんで政治に参加してくださいという話をしましたね。誰でもできること、それは投票に行くということです。18歳以上ならできます。逆に言うと17歳未満の人たち、18歳未満の人たちはいけないわけですね。します。参政党を応援してもらえば一番いいんですけど、参政党じゃなくてもいいです。とにかく国民は政治を見てるんだと、ね、さっき近藤さんおっしゃってましたよね。みんなが政治に無関心になると政治の側も政治家の側も国民に無関心になりますよと、その通りなんです。だから応援したい党がなければ、ね、白票でもいいです。もしくは応援したい党がなければ参政党みたいに作ってください、ね、百田さんたちが新党を作られた、ね、参政党にとってはライバルにもなるかもしれませんが、あれはいいことです。みんながそれぞれの思いで政党とか作ればいいんです。そして自分たちの考えを訴えればいいんです。行動すればいいんです。